雰囲気が変わった。油断するな。どこに行ったのかと思っていたが、こんなところで息を潜めていたのだな。ヴォルラーンの残党、やはりペレギオンを襲うつもりだったんだろうか。彼らの猛進ぶりを見るに、あるいはひたすら待っているのかもしれん。待っているって、ヴォルラーンか。私たちは倒したのに。あ、でもそうね、そうかもしれない。彼らの態度はほとんど崇拝だもの。倒されたことも信じていないのかもしれないわ。次のスルドブリガが始まるのを待っていた可能性もあるが、何せあの男の配下だ。いずれ自分たちの主人が戻ると信じて疑わず、いつでも迎えられるように備えていた。私は改めて忠節と礼俗の違いを見たのですね。さあ行くぞ。燃え盛る炎の中で俺の深刻だ。やばせろ。絶対にこの闇に慣れなくなるが、楽にした時は俺が。どうだったらあんな腕。飛ぶ相手は任せて。これでいける。いや、もう一発全国まとめて回復するわよ。この軍勢を呼ばれ。ありがとう、ピオン。もう無理はできない。我が術で貴様の収束を封じよう。いや、しばらく行ったもんは。いいから早くして。こういうのは誰だ。入れない。まだ銃だった。はっ、自分で。君は気づいているのか。何をだ。シオンのことだ。あんたからそんな話題を振られるとは思わなかった。私が気にしているのは、今我々の預かり知らぬところで確実に進行しているであろうはずの何かのことだ。シオンがそれと関係していると言いたいのか。レナス・アルマが茨から逃れる手段になりうるかもしれない。そう彼女は言った。なのにそれが失われたことと、その後の彼女の様子はどこか噛み合わない。それに先祖から受け継いでいた力、巫女の力のことは本人も知らなかったんだぞ。だとしても彼女が無関係という証にはなるまい。デル・ワリスで見せた茨の暴走もそうだ。あのような闇の精霊力の権限は見たことがない。レナ人なら誰だって闇の精霊力を持ってるはずじゃないか。その通りだが、あれほどの力となれば話は変わってくる。ありえないのだ。誤解しないでもらいたいが、私は別に彼女を疑っているわけではない。ただこの件に関してはまだ何かあるような気がしてならないのだ。君は違うのか。私はきっとここを通って隣の国と聞きしていたので。やっぱオルラーンが塞いで隠したのか。さっきの手下はここのことを知ってて潜んでたのか。入り口が崩れてあらわになったので出てこざるを得なくなったのだ。どうしてもやっつけられた。外さないわ。どうかされるとやりづらくて仕方ねえ。
頼めるか。ええ、任せて。燃えろ。まとめて回復するわよ。ハートレスアークリス、どう？もう一発。闇に沈みなさい。やれるぞ。旅クルーズ、こんな風。これぐらいの相手なら問題ないな。どきなさい。やれるわ。裏切ったプレギオン、決戦コア。止める。硬そうな奴は任せとけ。やめてくれ。はっかないわ。空を飛び出す。わしでエネルギー展開。いっけー、尻物のことないよ。さあ、あげ。コラコラケ、準備完了。闇に沈みなさい。嫌だよ。戦争ライバル。確実についてる。なんか機嫌いいな。物資や生活のあと、ズーグルの檻まで。ここがボルラーンの残党の根城だったらしいな。こんなと邪魔をするな。燃えろ。私が止めるよ。ピラリザスレギオン、どういうの。闇に沈みなさい。どういうの。私の武器だ。俺の深刻だ。やれるわ。君は誰か反射ないわ。なんとか乗り切れそうだ。最後まで油断はするなよ。もちろんそんなつもりはない。相変わらずの手紙ね。そう、変わってないな。ま、前から良かったってことよ。この調子でいきましょう。いい武具が入ってたぜ。見た目はあまり好みでないが。何をしてるんだあれは。今までスルトたちが集めてた精霊力もレネギスに送られていたのか。私が知る限りは違う。
もっとも例のレナス・アルマ誕生、いやボルラーンが王の紋章を持つと判明して以来、私の知識に果たしていかほどの真実があったのか、怪しいものだ。デュオハリム。だが糸を引いているのが何者であるにせよ、あれが以前から計画されていたことなのは間違いあるまい。なぜ？いかにレネギスといえど、あれだけのことを一月かそこらで行うことはできまい。長期にわたる準備と、それに先立つ目的があったはずだ。では、スルドブリガは？今となっては、その一環に過ぎなかったのではないかと私は考えている。ともあれ、今はそれ以上のことはわからん。このまま進むべきだ。道はまだ続いている。シスロディアに通じている可能性は高い。そうだな、進もう。イバラ、闇の精霊力。シオンが心配か、リムル。心配だよ。でも聞くのが怖い。そうだな、私もだ。そういえばさ、あのくさびと一緒に降ってきた4つの光、どうなったんだろう。点でバラバラに飛んでいったからな。どこに落ちたのかも見当がつかない。自信ないけど、あれも精霊力、それもそれぞれ違う属性の精霊力だったみたい。くさびでダナの精霊力を吸い上げているのに、精霊力を発射したのか。何のために？わからない。あっという間だったし。何かまた新たな脅威でなければいいのだがな。もしくさびがあの赤い女の仕業なら、あの光だって。やっぱり変だぜ。え？赤い女だよ。絶対にシオンもティオハリムも見てないわけないんだ。二人が嘘ついているっていうの？いや、そういう意味じゃないけどよ。ただなんか理由があるはずだろ。二人に共通するのはレナ人という点。その辺にしておこう。いろいろと気になるのはわかるが、今はここを抜けることに集中した方がいい。うん、そうだね。そうだな。援護お願い。ゆらびたくないよ。敵を引き外さないわ。やれるわ。叩き潰す。強力間違えてたね。やめ、この先の戦況は変わりうる。油断するな。仕留めるのに使用バッテンズ。確実についてる。なんか機嫌いいな。山頂
所を越えたら急に冷えてきたな。どう？近づいてるんだ。ここは抜かせ。状況が逆転したな。敵はわずか。押し切るわよ。こうも飛び回られてはな。分かってる。よし、どうぞ。ありがとう、ジオ。さあ、進むわよ。スロディアだ。あの橋を下ろさないといけないな。こちら側から操作できそうだ。とにかく見てみよう。ロウ、大丈夫？まあろくな思い出もないとこだけど、行くしかねえからな。そういうお前は平気なのか？うん、私も行くよ。みんな一緒だしね。俺もだ。行こうぜ。
よかった。これで渡れる。俺、何者だ。俺はアルフェン、敵じゃない。アルフェンだって？驚いた。本当に君なのか。私もいるよ。おお、リウエル、元気そうで何よりだ。あんたはここで何をしているんだ。領内の見回りだ。まさか君たちに出くわすとは思わなかったが。いや、それより空の上で一体何が起きているんだ。まるでこの世の終わりだ。それを突き止めたいんだ。ちょうどいい。そのためにあんたに頼みがある。そうか、あそこから現れたのでもしやとは思ったが、全てのスルドを倒すとはやはり君は本当に英雄なのだな。よしてくれ。それより助っ人の件は何とかなるか。ガナスハロスへの援助は他の組織とも連絡を取って何とかやってみよう。君の名を出せば無下にはされまい。助かる。俺たちはレネギスから降ってきた楔の方を何とかする。確かにそちらの方が君たちにしかできないことだろうな。しかし海の上だ。どうやって行くつもりだ。船だ。これから探す。仕方がないとはいえ世話しないな。そういえば仮面はどうしたんだ。なくしたよ。いろいろあってな。まさかブレゴンに会うとは思わなかったよ。あの様子だとシスロディアはうまくいってるみたいね。ああ、おかげでこっちは船探しに専念できる。船って馴染み薄いよね。支配するにあたりレナはあまり積極的に水上船を用いようとはしてこなかったからな。小舟程度ならそこらにあるかもしれないが。楔は大海の真ん中です。小舟では心もとありません。確かに途中で沈むようでは困るわね。アウメドラの船みたいのとは言わないけど。それこそそんなのどこ探したって見つかりっこないぜ。なんとかして楔に行かなきゃならないんだ。可能性がありそうなところを当たってみよう。ブレゴンのおかげでガナスハロスの方はなんとかなりそうだな。誰が送られるのだろうな。いずれかの抵抗組織の人間には違いないのだろうが。案外毒なんて適任かもな。薬草の知識があるから頼りになる。毒ってカラグリアにいた老人でしょ。ガナスハロスは遠いし長旅に耐えられるかしら。兄さんの補佐をしていたラギルなら適任だろうが、彼女もメナンシを離れるのは難しいだろうな。そういう意味ではミハグサールからも厳しかろうな。あそこの人手不足は深刻なままだろう。まあみんな何かしら自分のとこで手一杯だよな。なんか結局ブレゴンが自分で引き受けちゃいそう。あの人結構苦労症っぽいし。でもこうして考えてみると私たち行く先々で随分いろんな出会いがあったのね。ああ、それで得たつながりこそが俺たちの宝だ。ブレゴンに任せた以上俺たちは自分のすべきことをしよう。やっと着いた。欠かせないよ。やれるぞ。やれるぞ。さて今日の献立はどうするか。
ずいぶんな大きさね。あー、ちょっと勝てる気しねえかも。連動そうな相手ね。もう俺がまとめて回復するわよ。滅鎖旅で。この子はなさそう。もらうぞ。頑張るね。やっと着いた。その。痛いわね。
な。あ悪いな。そうね。おお、やっと着いた。あんたは？はあ。ひょっとして。ああ、なんてこった。おいおい、またかよ。どうなんだ？あれを使えば。やったぜ。落ち着けって。急ごうぜ。悪い、昔馴染みでついな。あいつパドボっつって弟分だったんだ。あいつが倒しそびれたズーグルが暴れてるみたいでさ、付き合ってくんねえか。しょうがないか。無事につけたな。本当に私たちの炎の魔やれるぜ。好調だね。次はそっちを手伝うぞ。相変わらずの手際ね。変わってないのか。私には思いもよらない技だわ。それはお互い様さ。相手にする敵は大変ね。痛いし汚れるし。突破するぞ。任せろ。準備の準備を。無用の純正を呼ばん。先に。調べて。裏びたくれぎゅ。攻撃に出る。裏びたくれぎゅを狙っていこう。もうかかる炎の竜巻を。ないから。炎の竜巻を天国に勝てないから。どういうこと？
ないやつは任せんぜ。この乱れる結束のイカズチ。ハートレスパーク。お金でまだ戦いそうだ。前線は頼むわ。ああ、任せておけ。この元にこのまま行け。なんとか勝てそうだ。やってない、まだ終わってない。下がってるんだ。バカだ。頼むね、アルテ。闇に沈みなさい。よし、今のうちに止める。山田の女撃ち抜いてやろうか。相手も術を使うか。そっちは私に任せて。フレアトレーナー、燃え盛る炎の竜巻を。フレアトレーナー、アルペン、これで終わりだ。確実についてる。なんか気元いいな。さあ、目的地に着いたわよ。やり、うん、おい、なんだよ。どうなんだこれは。何？ちょっと。あ、なんだよ。これはどういうこと？おいおい。け。一体どういうことなんだ。いや、あいつが俺とリンウェルとのことを勘ぐってよ。リンウェルはリンウェルで分かってねえみたいだし、二人から責められて参っちまったぜ。私はお前たちのことが分からんよ。無事につけたな。なあ、困っている人がいたら。え？どうした？だったら大変だもんね。でもなぜこんなところに。ここに何があるっていうの。たまたまなのか、意味があるのか。調べてみればはっきりするさ。ことにはひょっとしてこれ貴重なんじゃねえか。
ここは地下なのか。何かの遺跡の中みたいだが、どうやら九段のダナの聖堂のようだ。全て失われたのではなく埋もれて残ったか、あるいはもともと地下に作られていたのか。邪魔されたくねえらしいな。任せたまえ。
灼熱の
バーンストライク。この弾丸でハイトカス電気まとめて回復する行けるわ。アーガーアーガーどうまだ生きるわ。アーガーアーガーアーこれで終わりだ。
ここまでは無事につけたな。この時間みなぎってこないか。突然何を言い出すんだ。我ながらつシオン、少しいいか。ねえ、話があるんだけど。いい。どうしたんだ、改まって。私が持っていた人形の話、あれから考えてみたけど、やっぱり誰かからもらった覚えがないの。子供の頃の話だし、思い出せないのは無理ないんじゃないか。そうね。でもあの人形はとても古くて、最初からあったような気がするの。もしかしたらよ、万に一つの可能性だけど、あの人形はあなたがレネギスに持ち込んだということはない。まさか。絶対にないと言い切れる。うん、あるというよりないという方が簡単。分かってるわ。でもゼロと断言はできないでしょ。ずっと一人だと思っていた私が、あなたやローやリンウェルやキサラやテュオハリムに出会ったように、起こりえないと思っていたことが起こりうるのも現実だわ。確かに、何もかも300年前に置いてきたのに、今の俺は一人じゃない。あなたが300年を超えて私やみんなと出会ったように、一つの人形が時を超えたっておかしくはないでしょ。このことに意味を見出すのも見出さないのも自由なら、私はあると信じたい。そうだな。偶然だ、ありえないと拗ねるよりよっぽど素敵だ。私はもう一食するから先に寝てて。先を急ぐわよ。風に乗ってひとっ飛びだったらよかったの。やれやれ、うん、よっしゃ、うん、よし。俺はやるぜ、アルフェ。やるぜって、服を受け取るだけだろ。街一番の美人、お近づきになってみせる。いつまでここにいるつもり？いや、この先に備えてだな。Thank you.
のか。おう、うん、なんと。なんと。うん。うん。よし。よし。目的地に着いたわよ。うそ。うん。承知した。うん。しかし、君が二人の再会に水を差すとはな。あれは、アルフェンとシオンの時もそうでしたが、あまりの熱愛っぷりに満腹で。むしろ、ティオハリムは嬉しそうですね。かように特別な二人の門出に立ち会えるのだ。喜んで悪いことはあるまい。ご自身の方は、どうなんです？そうさな。
よし。うん、なんと。こうしている間にもさ、あなたたちが減っているかもしれない。ことは一刻を争うわ。急ぎましょう。うん、大げさだな。陰鬱な場所だ。せめてあなたは爽やかに頼むわ。努力しよう。行くぞ。やれやれ。なんでずぶ濡れになってまで釣り場なんか。釣らないのか。よくぞ。来い。そこまでだ。流水の滝に。クレート。迫る。クラビス。次は地べたのお似合いよ。こうも飛び回られてはな。分かってる。やめる。バスキロ落とす。外さないわ。今相手に行って。ふざけろ。強くなれたかしら。ああ、射撃までの速度や安定性が増している。そんなに見ないでほしいわ。
カズカ、この前取っておいた野草がなかなか手ごわそうに見られない。ハオレの気をフレアトルネード、ドンドン、燃えかかる炎の竜巻を受け止める相手は任せて。攻める、フレアトルネード、無駄よ、甘いわね。外さないわ。燃えかかる炎の竜巻を、フレアトルネード、アルペン、これで終わりだ。まとめて返ってくるわよ。なら私が妨害を頼む。やれるぜ。燃えかかる炎の竜巻を、燃えろ、フレアトルネード、ドン、燃えかかる炎、切り開く、はっ、炎症、かい、燃えかかる炎の竜巻よ、早くの前にフレアトルネード、燃えかかる炎の竜巻よ、フレアトルネード、アルペン、これで終わりだ。爽快をだらけね、ハートに火器を怒らせたの、ミュウ、ドン、もらったよ。仮は戦いで勝つ、よくわかったよ。なんとか勝てたね。この調子で進んでいこう。うん、無理せず油断せず。狙われてない。グラビタスレギオン、やれるわ。グラビタスレギオン、僕の彼方に攻撃用の武器なら任せてやる。しょうがない、燃えかかる炎、こう飛ばれるとやるんだ。エッジョジオ、頼めるか。え、任せて。敵の術は私が奪うよ。頼りにしてるぜ。ジベタを舐めないと。ありがとう。無理はしないで。とどめの灼熱のバーンストライク、公園の方向、やっぐれ、まとめて片付ける。はあ、精度が上がったわ。この武具、興味深い構造だ。ほんと好きなんだね。Thank you。
みんなの力になれるかな。えらく広い洞窟だな。夜明けにひんやりしてる。夜光石の光が水に映ってとっても幻想的。ああ、どこもかしこもジメジメぬるぬるで嫌になる。守るだけじゃないぞ。お前を。
あの光っているやつは私の後ろに回れ。燃え盛る炎の竜巻を狙ってるの。今こっちに向かう。なんとかしてみせるよ。ジベタを舐めなくなった。これでどうも飛び回られてるな。分かってる。妥協したらどんどん行くよ。行け。邪魔者は止める。相手に受け付けない。助かれたら手も足も出ないのに。そうね、私は変わらない。セクタン、これで終わりだ。エリカ勝利だらけ。クロスブレス。よし、訓練の成果が出ている。アドレビートオブリア。
困るわ。ああ、答えてみせるか。ここは抜かせ。闇に沈みなさい。どういう状態を作るわ。旅する一点の闇に沈みなさい。怪我はないか、みんな。うん、まだ戦えるよ。知らないか、受け付けて。負けないよ。アイストレーダー、見込み不安だ。凄まじい精霊力だった。バッチリ叩き込んでたよ。一休みしないか。
アルフェン、状況を分かっているのか。え、今この瞬間も魚たちが食べられなくなっているのよ。だから落ち着いてってば。親玉ズーグルがいるなら準備が必要でしょ。確かにそうだな。負けるわけにはいかないものね。負けそうな気はしないけどな。リンウェル、ちょっと話そう。どうしたんだ？珍しく元気がないな。うん。何か悩み事か？ちょっと違う。でも、ずっと胸に抱えてて、苦しい。話してもいいかな？あ？俺でよければ。私ね、父さんや母さんにダメだって言われていたのに、隠れて魔法を使ったことがあるんだ。そうしたらアウメドラが来たの。ああ、私の世界を壊したアウメドラが許せなかった。でも一番許せなかったのは、約束を守れなかった自分。敵討ちを誓いながら、ずっとそのことが引っかかってた。私にそんな資格あるのかって。リンウェルの家族を殺したのはアウメドラだ。そこは間違えちゃダメだ。私のせいで父さんも母さんも死んだのに。こんなこと言っても慰めにもならないだろうが、親御さんは全く予期してなかったわけじゃない気がするんだ。どういうこと？アウメドラのような奴がいる限り、いずれ見つかる危険はあったはずだ。その危険を高めてまでリンウェルに教えたのは、リンウェルにそれだけの才能があったから。そしてそこにかけようと思ったからじゃないだろうか。かけた？何を？未来だ。リンウェル自身の。魔法が使えるようになれば危険も伴う。だが無力なまま隠れて暮らすのはもっと危険だ。だから自分たちの危険を承知で教えた。それは親御さんの愛だったんじゃないだろうか。愛？父さんと母さんの？すまない、想像でいい加減なことを。うん、私この力がなければって何度も思った。本当は今だって時々思うことがあるよ。でもみんなと旅をしている間に、この力でできることがあるって分かった。だから頑張るよ。この力があるのが自分なんだって認めて、仲間を守って、未来も守る。欲張りかな。いや、それくらいでこそリンウェルらしいさ。
ウルル、何かあったら呼んでね。今日もよろしくね。まとめて私なら落とせるわ。
ここで決めてやる。外さないわ。熱帯魚燃えろ。大地が薄いている。後半に絡めとる。フレアトルネード。燃えかかる炎の竜巻を受け止めるよ。ゾロさんも終わりだな。あっという間だね。まとめて回避するわ。構えろ。まとめて回避するわ。総発入叩き捨てる。離せ。やれるぜ。攻撃に出る。人権攻撃だ。私なら落とせるわ。まとめて回復するわよ。攻撃を引き受けるぞ。ハートコースで燃えかかる炎の竜巻。エネルギーを。オレンジの水舞いかける。行きやめるよ。無駄よ。今まとめて回復するわよ。ハートレスしましょう。私の手が効く。地の力から呼び戻す。攻める。ここまでだ。燃えかかる炎の竜巻を。この元にエアトルネード。やばせろ。地の力から。まとめて回復するわよ。バラバラにしてやる。ハートレード。叩き攻め。燃えかかる炎の竜巻よ。ないから。焦げ。くれがれるわ。これも続くぞ。あっさないわ。おしまい。動きを封じてやろう。そこまでだ。やるよ。デイズデッド。はい。まとめて完結するわよ。おしまい。ハートエッジ。もっともっと。ぶっちぶいてやろうか。おしまい。俺は進化した。いつも止められるよ。おしまい。何かしなきゃよ。次は誰が今だよ。さあ、しよう。バッテンズ。ラーガが、嘘だろ。少しは骨のありそうなやつが出てきたか。そうね、多分骨はない。頼もしい。この元に、これで大丈夫。飽きちゃうよ。まだやれる。死の力だ。死の力だと呼び戻す。向かって。私が止めるよ。デイズデッド。任せとまえ。この元に当たる。止め。ハートレス。この。おかげでまだ戦えそうだ。前線は頼むわよ。ああ、任せておけ。残念だ。再現無理。フレアトルネード。無駄よ。血だらけね。燃えかかる炎の竜巻。燃えかかる炎の竜巻を。挑発しろ。フレアトルネード。マジンケン。マジンケン。私に任せて。どういうこと。これで血だらけね。甘いわね。今アンドルトラゴン。全然完了。これで大丈夫。まだ終わらない。入りなえ。ハートエッカーク。任せたまえ。バラバラにしてやる。ここまでだ。根性。叩き直し。エアトルネード。燃え盛る炎の竜巻。フレアトルネード。やれよ。公園の方向。まとめて片付ける。はっ。成功。拡大兵器。燃え盛る炎の竜巻よ。倒れろ。フレアトル。無駄よ。やれるぜ。まとめて回復するわよ。バラバラにしてやる。まとめて。ハートレス。動きを変えようか。長くがいい。フレアトルネード。炎が。バカ。燃え盛る炎の竜巻よ。フレアトルネード。デイズデッド。燃えかかる炎の竜巻よ。フレアトルネード。
地の力だって任せたまえ。ベイクレット入りなれ。これで大丈夫だ。ハートリックだよ。あまりね。はい。燃え盛る炎。倒れてきたら遅い。はい。フレアトルネード。やれるぞ。マジで。上発か。フレアトルネード。燃え盛る炎の竜巻よ。よし、今のうちに止める。当てる。これでいけない。ハートレッカーキル、まとめて回復するわよ。ハートレッカーキル、任せろって。俺の責任は死の力だ。燃えさかるスイッチャポー。フレアトルネード。燃えさかる炎の竜巻よ。フレアトルネード。フレアトルネード。燃えさかる炎の竜巻よ。フレアトルネード。飛ぶ相手はまたかね。爆弾撃。フレアトルネード。死の力は耐えてくれ。負けるつもりはないわ。挽回しよう。負けない。確保。熱狂人。動かさない。無駄よ。今行けるぞ。仕掛ける。飛ぶ相手は任せて。これで大丈夫。燃えろ。すべて親玉の様子がおかしい。これ以上変にならんと困る。その前に粉々にしてあげましょう。頼むし、バラバラにしてやる。相手は本気だよ。やめろ。まとめて返してみるわよ。そこまでだ。どうしよう。マジで無駄よ。今マジで死の力だ。これで大丈夫。まとめて回復する。これで大丈夫。いけるわ。倒れろ。これで大丈夫。いけるぜ。ハートリック。バラバラにしてやる。死の淵からだって呼び戻す。レイズネット。死の淵からだって呼び戻す。無駄よ。今。やれるぞ。死の淵からだって呼び戻す。死の淵からだって呼び戻す。ここまでだ。諦めて。燃え盛る炎の方向。フレアトルネード。まとめてやれるわ。先行。ハートレッド。引き抜いてやろうか。宿って。これは温存。生き返るわ。無駄よ。今死の淵からだって呼び戻す。レイズネット。死の淵からだって呼び戻す。レイズネット。まとめて回復する。任せたまえ。ハートレッカー。死の淵からだって呼び戻す。ここまでだ。レイズネット。まだよ。これで燃えの方向。燃えろ。宿って。ハートレッカークル。さらに突っ込む。燃え刺さる炎の竜巻よ。フレアと外さないわ。公園の方向。フ
やれるぜ。燃え盛る炎の竜巻よ、フレアトルネード。燃え盛る任せたまえ、フレアトルネード。地べたをなめなさい。で、けない守るだけじゃないぞ。死の打ち抜いてやろうか。死の力だけ呼び戻す。デイズデッド。死の力だけ呼び戻す。デイズデッド。圧さないわ。俺の進化だ。死の力だけ呼び戻す。デイズデッド。死ぬ。負けるものか。死の力だけ呼び戻す。
ちょべちょだわ。風呂と洗濯の支度を急ごう。やっと着いた。なんかいろいろ集まったけどよ、やっぱ静かにしたまえ。声だ。え？チリチリになった異物たちがささやくのだ。共に会いたい、一つになりたいと。へえ、リンウェルも聞こえるのか？聞こえるわけないでしょ。異物には興味あるけど、さすがにそれは。でもお前時々精霊力がうんたらって誰かと喋ってねえか。私ってデュオハリムと同じなの？並べてみるとおのおのの魅力が際立つな。この流線形にあの幾何学模様、波の感性ではない。完全に世界に入っているな。アルフェンも武器のことになるとこんな感じだよな。俺もティオハリムと同じ。あ、なんかみんな静かになっちまったな。こたびは女性陣の底力を見たな。ああ、肝に銘じておこう。
やっと着いた。汚れを落としたいわね。もう休もう。朝を食わねば偉人ならざり。そうなのか。聞いたことないわ。任せたまえ。みんな悟りすべき。グレート。大橋。やどりてこいつ。景色に紛れ込むのっすよ。あの突進致命傷になりかねない。それを防ぐのが私の役目です。炎のスープに乗り込め。とどめだ。ノーライバル。問題はないな。いつまでこ